こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、新型コロナウイルスの影響で納税が困難な場合には新しい猶予の制度の内容とはというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、今回ですね、新型コロナウイルスの影響で納税がですね、厳しい方、実際いるかと思います。非常に多いです。ぜひね、そういった場合ですね、対応方法ですね、新しい対応方法、発見しました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、こちらですね。はい。ですね、今現在で、納税の、方法ですね。まあ、こちらの方ですね、こちら、国税庁に書いてあるんですけど、まあ、これを見ていただくとわかるんですけど、まあ、1年以内限り、期間ですね、の猶予ってあるんですけど、今現在ですね、新しいものがですね、できてます。で、ここですね、この、納税優制度の特例、こうクリックしていただくとわかるんですけど、これですね、納税優の特例制度。で、これなんですけど、かなりいいみたいです。で、またですね、国の方で法令が通っていないので、これをですね、一応見ていただくとわかるんですけど、かなりいいですね。また延滞税もかからないってあるんですけど、実際ですね、私は昨日ですね、納税書を持ってですね、税務署行ったんですけど、これを、今先も言ったんですけど、国で決めてる状態で、これ通るように、みたいなんですよ。なので、まあ、ぜひね、まあ、納税遅れてる方とできない方はですね、まあ、ある程度ね、まあ、税務署に行くと、まあ、1万円とか3万円とかね、5万円とか、まあ、少額にいいので払えるようなので、まあ、自分がね、納税できる分を払っていただいてですね、で、この特例が通ったときに、しっかり払えばね、問題ないかと思うんですが、ぜひね、まあ、国税庁のホームページね、等でね、見ていただいて、まあ、待っていただければいいかと思います。ぜひね、まだこちらの方をね、前回のものを使わないようにしていただければね、いいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。はい。あとですね、悩み質問等がありましたらですね、LINE と登録コーナーよろしくお願いします。今回動画以上となります。最後にご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。